で、ここに、ニンニクをチャラッとこう入れて、この方が、よっしゃ、これどうや？で、上から、ポン酢をこうかける。どう？もういいやろ。完成！ええ感じ。はい、マイルでございます。ということで、本日も楽しい晩酌やっていくよ。ということでね、早速、冷え冷えのビールからいこう。ちょっとね、凍らせすぎたから、ちょっと冷蔵庫に入れといていけるか？いけるな、ええ感じやな。よっしゃ。ではでは、本日の皆さん、お疲れさんでございました。ということで、まずビールで乾杯しておこう。お疲れさんでございました。乾杯でーす。凍る一歩手前いう感じで、もう罪だーなって言いますわ。いうことでね、今日何の晩酌やったらね、最近ちょっとな、最近ちょっとな、何で、肉続いとったんやけれども、今日はもう、あえて純粋に、カツオのたたき食べたいなと思って、で、売ってるかな思ったんやけどね、一応ブロック売っとって、で、これを何やったんや言ったら、ビールと同じように、冷凍庫に入れたって、で、キンキンまで冷やしてあかんから、凍らしてあかんから、もう、凍る一歩手前、めちゃくちゃ冷たなっとんだよ、これ。そういうことで、このね、キンキンに冷えたカツオのたたき、これを、ブロックでこうできたから、ブロックね、塊ね で、こうできたから、これを、またいつものに切って、で、それとね、こんなさ、カモロース売ってるやん。カモロースというか、アイガモスモークってこう書いてあるんだけれども、こういうね、アイガモのお肉。僕このね、カモのお肉好きなんですよ。だから、今日は、カツオのたたきと、カモロース、アイガモね。それと、このお惣菜。こんな格好でね。今日のお惣菜は全部これ、スーパーライフさんでございます。いうことで、久々、ライフさんにこれ久々やって。ということで、まずは、なら、こっちから、高野豆腐これいこうか。いただきまーす、高野豆腐。うまい。ビールなかった。ビールビールビール。あれ？まだ凍ってるわ、やばいか。うわ、やばいな。ほらほらほら、ちょっと入れすぎて。皆さん、15分、20分以上入れてあかんで、冷えてるやつはね。冷えてないやつは、まあ、1時間ぐらい入れとってもええと思うけど。これ見て、ほら。凍ってもうた、これ。まあ、このぐらいが、まあまあ、ちょうどいいからいいんだけどな。うまいなー、いうことで。ちょっと早速、叩くから、切っていこう。ということで、早速、準備できました。切っていこう、切っていこう。ちょっと厚切りでいこうか。な、厚切り。このぐらいでいいか。うわー。いけるね。ええ格好やねー。これ、包丁ってさ、皆さんに教えてもらったように、引くときに切るんでしょ。ね、引きながら切る。ちょっこ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 。動いた、動いた、動いた。動いた、動いた。うわ、おっきいな。あ、でもあれやな。やっぱり、押すより引く方が絵を切れるわ。よっしゃ、よっしゃ。ええ感じ、ええ感じ。ええ感じ、ええ感じ。今更包丁の切り方、覚えてどうすんねや。よし。これまでいいか。今日はね、そんなにまあ、大食いとかそんなんじゃないから、もうほんまにね、純粋に、カツのたたきが食べたかったよ。この冷え冷えのカツのたたき。これが食べたかったんですよね。ちょっと待って、取れる？よっしゃ。ええ感じ？ええ感じ？うまっせやな。いけるか、いけるか。よっしゃ、よしゃ、よしゃ、よしゃ。もうここはちょっともう、おっきめでええか。ここはもう、ちょっとおっきめでええな。こんなもんでええな。よっしゃ、これちょっと盛り付けていこう。まずは、こういうお皿があって、ここにネギをちょっとこう、引こうか。ネギを引きます。お手手でいきますよ。ネギを引きます。で、ここに最近ハマってるこういうシソね。シソをちょっとこう置いていきましょうよ。シソ。大葉ね。大葉。ちょっとおしゃれにね、盛り付けせんといかんやんか。こんな格好でどうですか。で、そこにさっき切ったカツオを、こんな感じでちょっと並べます。ちょっとこっち行きますか。こんな格好でいいかな。で、ここにもう一回上から簡単にこうネギをこう乗せる。でね、今日はね、ちょっとこういう白ネギもありまして、ちょっと入れすぎたかな。こんな格好でいい？みょうがもございます。みょうがね、みょうがもこんな格好で。よっしゃ、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 よっしゃ。で、ここに
ニンニクをチャラッとこう入れて、この方がよっしゃ、これどうや。で、上からポン酢、ポン酢をこうかける。どう、もういいやろ、完成。ええ感じできたな。見て見て、カツオの通り、こんな美味しそうな感じでございます。美味しそうなカツオやね、これ見て見て、ネギにまみれて上にはニンニク乗っておりまして、美味しそう、美味しそう、たまりませんな。いっときましょう。ということで、続いてはもう早速合鴨切る。合鴨、ではでは早速合鴨切っていくよ。この合鴨ちょっと厚切りでいこうか。この辺からいきましょう。バシャッとこう入れて、うわ結構柔らかいな。うわ美味しそう、うわ美味しそう、美味しそう。このぐらい、うわこの肉汁たっぷり出てきてんね。うわ引いた時がよう切れんね、これ。うわー美味しそう。ちょっと厚み、このままでいくか。うわー引いた時、うわー切れる切れる、ええー、感じ、ええー、感じ。包丁研いだもんね。包丁って言うな、よかったね。この厚切りの鴨、合鴨食べるの久しぶりやわ。よくさ、スーパーでこの薄い鴨切られて売ってるのあったけれども、このね塊の鴨、これたまらんよ。ちょっと待って、取れへん取れへん取れへん。ちょっとね、上から押さえつけて、よっこいしょ、押さえつけて、これでいきましょうか。これで切れる、うわーこれでいきましたね。よっしゃ、ちょっと待って、刺さってもう大変。これちょっと盛り付けしましょうよ。レタスを敷いた上に合鴨ちゃんチャラッと乗せましょう。美味しそうに乗りましたね。ちょっと下にレタスあるから、軽くサラダのドレッシングちょっとこんな感じで、もうこれでいいやろ。よっしゃ、これでいこう。いただきましょう。美味しそうな合鴨ちゃん、分厚く切れましたね。たまりませんね。下に敷いたレタス、これがまた合鴨との相性抜群みたいね。いうで早速合鴨ちゃんいただきましょうよ。なかなか美味しそうにできましたよ。早速このヒエヒエのこのたたきからまずいただこう。まずはこんな大葉とこれ一緒にいただきましょうよ。ではではいただきます。うん、よう冷えてる、カツオのだらけ。うまっ。やっぱり思った通りやな。凍らしたらあかんねん、凍らしたらあかんねんけど、その凍る寸前っていうの、あの冷蔵室の温度より下げる、最高。まあビールでもほんまにビールの好きっていうかな、ビールのテイスターさんはね、そんなキンキンに冷やせんけど、キンキンに冷えたあのカツオのたたき最高。めっちゃうまいなこれ。うん、行こう行こう。ちょっとこの冷えたカツオたまらんな。ちょっとこのカツオのたたき、このネギと上にニンニクいっぱい乗ってるやろ、ここ乗せて、これ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 、こんな格好でいただきましょうよ。だいぶ分厚く切ったからうまいわ。うん、このニンニクが、ニンニクってやっぱりネギな、今日ええ感じやわ。これあの普通のネギもあって、こっち白ネギみたいなのあって、こっちミョウガやけど、ミョウガも一緒に混ぜた方がいいから、ちょ真ん中辺楽しみやけどな。うん、うまい。あ、カモいってない、カモいこや、カモカモ。おいしそうなカモやな。ちょっとこの真ん中、やらしいけどちょっとこの真ん中から、これからちょっと食べましょう。これ分厚いカモやで、ごっついカモ。まずカモだけいっとこう、これ1センチ以上あるのこれ、厚み。いただきます。うん、カモスモークだけあるわ。あのスモークしてんだけど、何よ、硬くなってない、どないだよかな、これ。あの、揺らいてるわけでもないんやろな。あの、柔らかいかも。うまい。おいび。あー、ないわ。と言ってこ。ではでは、ちょっと2本目、いただきましょうよ。ちょっと行って。いきます。せー、チャラーって入れて。このな、ビールがたまらんわ。うん。やっぱり、あれな、正解。厚切りの、カツのたたき、それと厚切りの、カモ、アイガモじゃん。ね、それを、なんていうの、これはキンキンに冷やした状態でやったら、うまいやろなと思ったら、当たり前や、うまいわい。いうこと。
カツ、カツオはいいんやけど、ちょっと待って。まずお惣菜いっとくわ。お惣菜。お惣菜の卵いっとこう。卵、卵。うん。あ、ガンモンもあるわ。うん。ガンモって言えへんか？ガンモって今、パッて言うたけど、ガンモって、おでんのことやったっけ？ちょっとすごい、あんま覚えてへんけど。人参と一本でも人参にってしてる二足でもサンダル三乾燥でもよっとってごめんこれ前にもなんか言うたなおっさんだったらついつい夏メロが出てくるわ夏メロ童話よわらなんでもいい楽しめたバイビーあーメインイベントカツオ町ど真ん中行こうこの辺かこの真ん中ほら下に大葉があってネギ上には白ネギやろでこっちのミョウガも乗せるミョウガもちょっと乗せてニンニクもこれたっぷり乗ってるやんちょっと待って白ネギもう一回乗せてちょっと待って取れますこれよこれこれ冷えたやつこのままね、ちょっと行きましょう。いただきます。こっち歯応え。で、いつもの、このネギと、やばい塩ネギと、みょうがあったやんか。ええー、マッチすんねん。で、そこに、大葉の苦味が来て、これ最高冷たいカツオだらけああうまいうまいうまいな大成功やねやっぱこういうこと考えたらしいたけいっとこうしいたけうんなんでもかんでも考えますわ肉もね、今日肉しようかなと思って、まあ肉、カモちゃんあるけど、カモちゃん。でも、お肉もええの売っとってんけど、肉なぁ、肉、まあいいんやけど、やっぱ久々、魚食べたいなぁ思って。で、こんな晩食になりました。お惣菜もありまして、カモちゃんでございます。やばい、カツオ食べたら、口の中の水分持っていけよな。卵。うん。これでもいいよ。ああ、うめえな。うん。いやいや。やっぱり今日のメインイベント、これ、カツオやわ。カツオめちゃくちゃうまいわ、これ。いいね。カツオ、ああ、カモも行こうか。カモ行こう。せっかくやから、このレタス。このレタスとこのカモね。レタスの上に、鴨を置いてではこういう格好でこれでいただきましょうかうんシャキシャキのレタスと鴨よう合うわめちゃくちゃうまいんで厚切りうまいうんなんでも厚切りやなお前は厚切りやと何でもええんか言われたらそれはやけどな牛タンといい見るいやいやでもこれほんまうまいわちょっと待ってこのねレタスレあれちょっと待ってそらそうやなシャキシャキこのドレッシングの味がまたなええー、仕事しとんねこれうんたまりませんわでちょっと待ってやレタスなレタスこれ大量にこう割るレタスこの入れてでこれカモさんと一緒にうんうんあの焼き肉みたいに音はせえへんけどさっき言っておきます大満足、本人
ジューとか言えへんけどね、今日は、うん、何ポリポリ頭かいとんねん失礼、はい、あー、うまいわということで、早速も叩きごっついのちょんてよいしょ、叩きね、叩きちょんてや、ほら見てわかります、これみょうがとか白ネギとか大葉にも普通やけどいっぱい挟まっております。でまた熱いね、これが熱いって厚みがね、いただきます。うん、まだ冷たいわ、冷え冷え、うん、あの、真似する人絶対凍らしちゃあかんで、凍らす前にやめときや、うん、うまい、おいでみる、あかんあかんあかん、もうちょっと待て、あ、ちょっと待て、落ちたお惣菜、お惣菜、もうちょっとレンコンですよ、これレンコン、レンコン見えます、レンコン見えへんねん、あ、レンコン落ちた、いけるいける、サンビアルールや、いけるいける、レンコン、うん、うまい、これでいい、あー、うめえ、うん、いやいや、あれ、もうない、やばい、なくなってしまう。ということで、もう最後の鴨やな、最後、分厚いね、これ鴨、ほんま分厚いね、これ、うん、ようで、ちょっともうレタスと一緒にいただきます。レタスね、このレタス最高やわ、野菜と一緒に食べる、レタス、レタス巻き、レタス巻き、うん、うまいな、うん、おい、あー、うま、うん、このカツオに大満足やわ今日、うん、これだ、なんぼ1センチあるで、これ2センチまではいけへんか知らんけど、めちゃめちゃ分厚いのと冷たいの、この冷たいのたまらんわ、どうかなと思ったけど、やっぱり大正解。こんなん考えさせたらほんま日本一やな。日本一やなってなんでやねんって。いう話で。ちょっと待って。もう最後やな、これ。最後のカツオ、ちょっと待って。大葉とか、いっぱいあるから、ちょっと待って。これ、まとめて取れるかな？取られへんやろ。いける？ほら、いっぱい乗ったんで、これ。わかる？いきます。最後でございます。ネギも下にあんねんけど、ちょっと待って。落ちひんか？もう一回、ちょっとネギも交えて。しゃ、いただきます。うん、厚切りカツオのささげ、ちょっと長いけどね、厚切り牛タンならぬ厚切りカツオたたき、フリーザー、じゃあフリーズで、冷凍庫で、コール寸前、最高これで見る、あー、うまかった、日本で、まあ、今日もあの鴨があったから、お肉はあったやけど、ちょっと最近お肉ついとったからね、カツオの厚切りが食べたくなって、カツオのたたきあるかなー思ってライフさん行ったんやけど、やっぱりあったわ、ブロックでね、見てもらった通り、これでまたそれをあのコール寸前というかな、ほんまにも冷たーくやって、厚切りにやって何、ネギと白ネギとみょうがとニンニクを加えて晩酌、最高でございますなよかったら皆さんやってみてということで大満足やわ、ということで本日も晩酌終了ということで、ごちそうさまでした。